都議ユーチューバーの川松慎一郎です。新型コロナウイルス対策、東京都の対策を今日はお伝えしていきます。まあ、あの、新たにですね、またあの、横浜のクルーズ船からも感染者が出てきた。今回は、この乗組、乗員の皆さんから出てきたよというニュースも伝わる中で、じゃあ我々どう止めていくかということですけれども、この動画でも以前にお伝えしました。厚生労働省は各都道府県にですね、帰国者、 接触者代来を設ける、あるいは電話相談センターを設けるようにという話がありまして、このように実際に東京都も設置いたしました。心配だという方は各保健所、墨田区なら墨田区の保健所、八王子なら八王子の保健所までお電話ください。こちらはですね、ただ保健所の空いてる時間ですので、平日対応となっています。じゃあ休日もということになりますと、この下です。東京都23区特別区、八王子町田、 合同で設けました。0353204592。0353204592。こちらまでお電話いただけるとありがたいと思っています。ただし、誰も彼もということではなくて、下にあります。発熱のある方、呼吸器系の症状のある方、あるいは武漢、その広告症、渡航歴のある方、そしてそういった渡航歴のある方と接触された方の中で、 不安だという方は、こちらの電話相談までお電話いただければと思います。この電話相談にいただいて、ここで、あ、感染の疑いがあるなと思われますと、今度は帰国者、接触者外来と、これも厚労省からの通知で設置されている医療機関をご紹介させていただくことになっています。あの、この医療機関はですね、公表されてません。公表しますと、いろんな、あの、風評被害出るといけませんので、公表されてませんので、そちらまで、 ぜひですね、あの、お電話いただいて、相談センターにお電話いただけると、そちらにご紹介できるという段取りになっております。ただ、問題は、やはりこれ、あの、症状のある方なんですよね。ここで疑い例が、どういう方が疑い例になるかというと、37.5度以上の熱がある、呼吸器系の症状、まあ、これ軽い症状も含めてですけれども、呼吸器系の症状がある人で、実際に、 あ、この人新型コロナウイルスに感染しましたよと判定された人と接触した人か、もしくは武漢に行ったことがある、あるいは武漢に行ったことがある人と接触した人と限られた条件の中で帰国者接触者外来にご紹介するということになっています。でも、もっと大切なことは、一人一人が意識を持ってですね、自分から外に広げないということです。何度もこの動画でお伝えをしておりますが、 私が今の状況で一番怖いと思っているのは、ウイルスを保有しているけれども、ウイルスを保有しているけれども、実は症状が出てない人。しかも、武漢に行ったことがない、武漢に行ったことがある人と話したことがない、そういう人が一番怖いわけです。どこに菌があるかわかりません。全く意識のないまま菌を持ってきてドアノブ触っちゃった。で、その人、次の人が触っちゃった。また次の人触っちゃった。 誰かがそのまま口の中の物、その手で食べちゃったりすると、ウイルスにかかる可能性があるわけです。ですので、外に広げないということを含めても、まずその手洗いはしっかりしましょうと言われています。手をしっかりと洗う。そのことによってウイルスを殺して、そして物を食べたりする。ここで止めていきましょうということですね。あの、一つ一つ皆さん方が意識を持って止めていかないと、どん,どん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 広がっていってしまう可能性がありますので、今こう言われている世の中だからこそ、 一人一人の水際作戦というものを実践していかせていただければと思います。で、あのー、もう一つですね、このことでお伝えしたいのは、東京都もいろんなメッセージ出してますで。で、各県もいろいろ今この電話相談センター、これ厚労省が通知から通知ですから、各県も出てますので、これあの動画をご覧になっている方は、東京都以外の方もおられると思います。それぞれの各県で対策が対応されてますので、ぜひ、あのー、ちょっと注目していただいて、この動画をご覧になった方は見ていただきたいと。 思います。で、私は、あの、今この新型コロナウイルス対策やってますけれども、この感染症が拡大していかない、この拡大を止めるということこそが、強い東京を作っていく、強い日本を作っていくということになりますけれども、ルールの壁があるんです。今も言ったように、ウイルスは持ってるけれども、症状が出てない人、あなたはちょっと検査を受けてくれと言えない、このルールの壁を乗り越えて、みんなが協力し合って、そのためにやっぱり簡易的な検査方法を、 早く、これ日本なのか世界なのか分かりませんけれども、みんな今一生懸命、とにかく昼夜を問わずやってます。今の日本の国内でですね、こういった帰国者を受け入れている医療センターの皆さん方も相当もう過酷な状況の中で今対応してます。ですからここは皆さん、都民の皆さん、国民の皆さん、心を一つにしてこの問題に対処していくというそういう強い思いでですね、 この新型コロナウイルス対策のこの難しい局面を皆さんと一緒に乗り越えさせていただきたいと思います。ぜひ心一つにして新型コロナウイルスに負けない、感染症に負けない、強くて安全な衛生都市東京というのを皆さんと作っていきたいと思います。ぜひあの今日の動画はここまでといたしますが、この動画をご覧になった方、この川松慎一郎の TV にチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です。